ここからですね、また新しい企画に進んでいきたいと思います。そうですね。じゃあいただきます。はい、いただきます。すごい、なんか沖縄らしいと言うと、はい、食べ方教えてください。そうそう、食べ方、食べ方、あ、これソースかけますよ。ソースかけて食うだけ。辛いってもそこまで辛くないですけど。すごいボリュームです。これ何やろ、ひき肉？ひき肉っぽいように見えますけど。うん。お、どうですか、先輩。うまっ、辛っ。辛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 っ。美味しいですね。うまい。うまっ。いきます。うまっ。うまっ。うわ、なんでこれ。さあ、ほらほら、チラピア。あれっすか、うん、お、すげえ、口超開いてるじゃん。あれ、簡単釣れそう。ぐちゃぐちゃした。あ、テラピア。あれ、あれ全部テラピアっすか。はい、めっちゃほら、もう口開けて。うわ、すげえ。ほら、うわ。先生方に大うなぎを釣らしてもらおうと、はい、ありがとうございます。大うなぎのプロです。します、はい、プロ、大うなぎで生計立って2日目でございます。2日目、全く取れません。まだ結果出してないです。ここ、はい、から仕掛けして、はい、ちょっと投げて、はい、待つと、うなぎを釣ろうと。大うなぎの仕掛けがこちらなんですね。はい、24号の針なんですよ。ナイロンですね。めっちゃでかいっすね、この針。これうなぎ、これうなぎ針じゃなかですよ。これなんすか。ねえ、それにぶつ切りしたサンマをつけて垂らすだけです。はい、20円ですか。はい、これで全く取れません、最近。全く取れない。はい、全く取れない。取れないっす。取れ、と、と、取らせて、ここ最近取れないっすよ。あ、はい、今回徳さんいるんでね、はい、きっと取れると思います。はい、うなぎのとか皮膚、うん、皮膚も毒なんですよ。皮膚も毒なんですか。はい、なので触った後はこう目でこすったりとかしないでください。うわ、怖っ。怖いっすね。あ、ハサミあるっすよ。あ、普通にです。あ、すみません、ごめんなさい。歯で切れたんですか、その普通は。はい、歯で切れる。歯で、いや、普通歯で切れます、これ。いや、必殺マンです。やっぱ、整形立てて長いんで。なんか、危ない。いや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 、歯、ね、無理やろ。無理でしょ。ちゃんしかできないですね。まだ2日しか経ってないけん、無理。いやー、これを食うんすね。結構川魚が3枚食うんすね。すごい。ヒュッ、おい。今、真下に落としたわけですね。はい、真下落としました。はい、OK ですね。OK ですか。はい、はい、あとは待つだけです。はい、さんもどこに入れるんですか。敷くぞ。入れるんですか。入れるよ。徳さんが入れるこの仕掛け。はい、あ、こっちから、こっちから一回場所も確認して中腰出た方がいいですね、つまり。あ、そこカメラを貼ってくれ。アップできる。あ、もろくっついた。あ、逃げる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 。行った方がいいよ。あ、逃げた。あ、逃げた。沈んだ。場所分かった？いや、分かんなかったです、ちょっと。プレコやってる。あ、浮いてきた。浮いてきた。もうちょっと近づけばいい。アップできる？こそって近づいて、取りに行くか、こそって。あ、プレコっぽいね、プレコっぽいね。あ、勝ちやん。プレコや。あ、これそう、これそう。プレコ、プレコ、プレコ。食いよ、食いよ。なんか食ってるんですか、これ。なんかあむあむしよう。あれですよね、裏側に口があるんですよね。そう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 。うわ、すごい、すごい。めっちゃ。あ、本当だ。どこどこ？あ、サンマ超えてた。あ、サンマ超えてたな、あいつ。え、マキエのサンマかな。そうです、そうですよ。あ、俺さっきね。持ってってますね。だから生活できないか。あいつのせいだ。あいつのせいだったんですね。あいつのせいです。いや、3日目に分かって良かったです。3日目にして分かった。行きましょうか、プレコ。もう仕掛け終わったんですよね。終わった。じゃあ行きましょうか。はい、うわー、プレコ取りたい。いやー、釣れるといいっすね。近いっすね。鼻毛が出るのがちょっとバレますね。移動でーす。移動します。さあ、なんかどっかよくわからんとこに来ております。プレコで生計立てて4日目のヒッチャスさんにご協力いただいております。で、助手のパルオッキーさんです。はい、そうですね。ニハオ。カンボジアから来ました。うわ、すごっ。白です、これ。うわー、すごっ。これなんか、ナルトかなんかでこういうのなかったですか。いや、なんか顔が。顔、岩。顔、岩ですか。下が、闘牛場。これ。闘牛場。水溜まってる。はい、現在使われておりません。これ食えるんすよ。本当に甘いやつです。あ、吸う感じ。吸う感じ。あ、初めて。わお、クバームありますね。クバームですか。これ何これ。うわ、何個いって。ここでのヘンテコリンってこ、ほら新種、これに偽物のゴタムカですね。何個、えらい綺麗かっすよ、これ。なんかまっすぐシュッと。オウムのやつよ。オウムのやつですか。ちょっと虫笛持ってきましょう。これミミズモドイキとかじゃない、名前。ムカデモドキかもしれないです。ミミズモドキかムカモカムカ言えてない。
これさ、アフリカマイマイいそうよね。折ったらやばいですよね。ちょっと怖かったね。なんか偶然にも踏んだり、皮膚に疲れたりとか。あれ、やっぱり。こちらご覧ください。舞月。コウモリ。コウモリですね。どこどこ。あ、ガチやん、コウモリほら。あ、マジだ、マジだ。コアラン押した。でかっ。すげえ、でかくないですかこれ。モコモコしてる。モコモコしてる、すげえ。いいですね。いや、なんかだんだんガイドっぽいっすね。生き物一匹紹介するためにどんどんガイド量が増えてきます。やってるのに。チルって今見つけたよね。チル、やけんガイドっぽいんですよ。ガイドっぽいよね。あそこにスタンバってもらってるのかな。なんか多分あれ餌付けされてるんじゃないですか。あそこにおってねって。そうやね。あー、芝やろ。実はですね、あそこから動かれないんで。こう、ハブとか大事ですか、ハブとか。あ、そうば。やっぱガイドさん、軽やかですね。こい、なんかこれ。アリゲーターかどこだよ。見たやつに。アナゲーターが。今から潜入調査。ここに、めっちゃ魚のおらしくて、そっとしていかんばらのおらしいです。私一人だけで行きたいと思います。うわ、ちょっと濃い。川すごいんですけど。っていうか、アリカマのおらしい。あ、魚めっちゃおるっていう話やったけど、アマゾンですかこれ。ちょっとこれちょっとした水害状態ですね今日は。マジか、どうしようもないぞこれ。うわダメだこりゃ。なんじゃこりゃ。もうダメですね。ダメだこりゃ。ああ、氾濫ですね。氾濫ですね。うわー、ここは死ねってことですかね。そうっすねこれ。天気には勝てない。ないわこれ。ガイド終わった。ガイド終わった。ったったじゃあ大うなぎにかけよう。店を閉める。店閉める。店やった。赤字経営者ですね。ダメだ。経営者。戻りますか。戻ろう。はい。じゃあうなぎを待とうということで。はい。うなぎ待ちましょうか。よし、待ちましょう。はい、待ちましょう。行く。はい。これ。超ビビリやけんね。なんか今毒を持った。アフリカマイマイがいるらしいけん。危ないマイマイがいるっていうのを危険視している徳さんに。はい。これカタツムリらしいんですよ普通の。でカラーです。しかも、はいはい、これを徳さんに渡してみて反応を見てみたいと思います。はい、はい、やってみるか。ちょっとドキリ、プチドキしてる。そんな皆さんがあるんですね。わ、はい、かりました。徳さん何か落としたよ。うわっと、ビビったビビったおい、今アフリカマイマイに敏感かぞって。今何個や。タマムシのこと、なんかカメムシのこと。足が青いですよ。うわすごい、すごい綺麗ですね。匂いも上品そうですね。匂いがある。シトラスの香り。あ、ちょっとね、手の方とか赤かよこれ。赤いですね、気持ち悪いですね。やっぱあんまり気持ち悪いですね。うわ気持ち悪い。うわいやおいおいおい飛んできた。おい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 。ニコ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 。何もしてない。いや沖縄すごいっすね。うわっ、うわっ、何ですかそれは。いやカタツムリだまっけば、ほら何ていうか。はい、カタツムリです。はい、あ、なんかトウモロコシみたいなやつ。なんか、あ、本当ですね。あれ本当だ、見たことあるっすね。ほら、あれっすね。ほら、抗菌、除菌、ね、菌と虫除け効果がある葉っぱです。これ本当ガチです。うわ、後ろすごかったよ、ほら。セミ、単なるセミの抜け殻ですね。はいさーい。はいさーい。あれからね、6時間ですか。はい、6時間です。あのね、その間にやってきたね。はい、いろいろやってきました。もう汗だらだら。汗だらだら、ダクダク。もう、男の人を一方的殺戮。殺戮。ということで、あの、うなぎ。はい、うなぎ。おうなぎ。ちょっと、バシャバシャって聞こえたじゃないですか。マジで。ひょっとしたらです。マジで。マジですか。ってから上に浮いてきた。暴れてる。暴れてる。かもしれないです。マジですか。本気ですか。かもしれないですね。なんかハードル上げたらなんか起きるんじゃないかなと思って。上げてみました。本当にこれかかった奇跡ですよ。奇跡なの。奇跡。奇跡なの。いや奇跡ですよ。10%ぐらいです。それ正解です。正解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 。アフリカマイマイ。アフリカマイマイこれ。アフリカマイマイですよ。これアフリカマイマイ。出てきた。で、鳥肌めちゃくちゃだった。ほら、徳さんの徳さんの鳥肌。さて、はい。鳥肌。徳さんの鳥肌。ちょ、そういう目的。
アップでよかった本来こんぐらいです本来危ない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 え、そんなん気が合いません全然で、ここちょっと濡れてるじゃないですかうんここ触ったらバイキンですもう菌が入る、こいつバイキンの塊やねこれ殺人カタツムリですねこれ、沖縄県民では危険っていうことで殺人カタツムリよく見つけましたねあ、ヤクこれ踏んでましたよいやうわこっち見てこっち見てこっち見てめっちゃ怖いこれうわっ後ろ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 びっくりしたそんなに驚かない本当にそんなに踊りたかったはい、ここに紐がありますいくよはいあ、なんかもううわ、重い重いめっちゃ重いそうそうそうめっちゃ重いそう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 一発目一発目からマジで重いなんかついてますねあ、ついてるどれあ、え、落ちてきた何いや、いや、ちょっと待ってめっちゃ重かったこれ何怖いドボンって言いましたけどドボンって言いましためちゃくちゃ重かった普通切れますちった、こう、いや、めっちゃ重かったよ多分5キロ以上あったと思う歯が鋭いんですよ大投げは大投げ歯が鋭いんで、もしかしたらえ、やっちゃった感じですかもしかして一撃目からまたはアリゲーターガーズねうわー噂のやつどの道大当たりですね大当たりですか上げたら大当たりですえ、それマジっすよ何やってたやろ見えんやったもんね分からんやった全然次行きますか夢がありますね夢があるねはいはい、次行きましょう次行きましょうお、行きますか取りに来る金の次は取りに来るあ、重そう重そうなんですけど重そうなんだけどあ、どうでしょうか重いあれちょっと待ってくださいあー、これ軽い軽い軽いやつだ軽いやつか軽いやつですねあ、でもええあ、でも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 餌がついてないあ、そうかじゃあ次がアッくんアッくん行くんすかアッくん持ってますからねアッくん持ってるんすか持ってたいっす持ってたいっす願望だったですどうぞうなぎお願いします上から行ったほうがないですか大丈夫ですか上から行ったギュッてギュッてかなギュッ重いんじゃないうわ軽い軽いこれも餌ないっすね餌ないっすね餌行きます怖いお願いしますあー軽いうわなんか勢いだけいい20メートルぐらい壊れとんねうわー辛いうまいこといかないっすねうわーマジか切れないっすねで、さっきながら。あ、たたたた。おい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 。ひっちゃん。痛い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 。マジガチやん、そいつ。大丈夫か。です。痛い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 よ。アフリカはすごい。そうかい。見た感じ、張ってますね、これ。張ってますね。張ってる。張ってる。めっちゃ張ってますね。さあ、さあ、さあ、決めた。張ってるよ。スンクいくじゃん。スンクいこう。スンクやってくれ。頑張ります。ここでうなぎをあげてくれ。いきますよ。どうぞ。お。重い？あ、もう絶対軽いパターン。マジか。部屋の総合持つけん。よかよ、最後。これで4人目。ちょうど4人。最後、徳さん。おいく？おいく？これも見た感じ張ってないですか？さっき、全部見た感じ張ってるけ？さっきのやつと重い。行っていいの？行っていいよ。行っていいの？頼むよ。行くよ。重い重いこれいやいや、まだえほらほら飛びようもほら飛びようっすね、なんか重いなこれ勢いっすね、勢いっすね、勢いっすね、勢いっすうわ、つらたってますね全然そんななくなってますねうわ、最初の1回目何やったっちゅうのいや、むちゃくちゃ重かったよ最初の1回目がめっちゃ気になりますね口の中に虫入ってきたね悔しい悔しい何だったんだろうね何だったんすか残念しょうがないまあしょうがない次、次回のうなぎということで取っとこっか明日も早いんで明日も早いんで戻りましょうか。じゃあ明日にかけてあとはですね。明日はまあドマンが起こることでしょう。はい。うなずみ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それを飛んでるみたいですね。最終日ですね。よっしゃー。よっしゃ。乗ったぜ。乗った乗った。めっちゃ嬉しい。あ、ドラキュラだ。ドラキュラ。はい。なんだこりゃ。たまんの友達高級魚。わー。おー。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。